どうも、ひとつき万つです。えー、今日はですね、あの緊急事態宣言、えー、果たして効果があるのかとか、そこら辺のシミュレーションを自分で計算してみましたので、えー、そこら辺を話していきたいというふうに思っています。今日はこんなことを喋ろうと思っています。えー、緊急事態宣言は効果があるのか、効果が出ても解除したら元通りになるのでは、効果が出なかった場合は次どのような対策をするのか、その法的根拠は、 そして一体これはいつまで続くんだろうということをですね、まあやっぱりあの自分で計算してみる。ね。こういうことをですね、まあすごくデータはいろいろ出てるので、そのデータに基づいて計算をしてみようかなというふうに思っています。まあ当然ね、厚生労働省は隠蔽をしているとかね、そういう話とかあるんですけど、まあもうそれを言い出したらですね、きりがないので、とりあえず現時点で発表されているデータで一体どういうふうになっていくのか、ちょっとそれをですね、自分なりに計算をしてみました。 はい、これです、はいえー、これがです、ね、厚生労働省が発表しているその、まあ、データの推移ですね、えー、それをあの東洋経済というあの出版社が、サイトでまとめていましたので、それを元に作ってみました。でこれ、赤色の部分が現時点で分かっている数字ですね。 えー、これが、あの、グラフ書いてる最中に4月18日の分が発表されたんですけど、あの、とりあえず4月17日、今日、あの、4月18日はこの動画撮ってるんですけど、4月17日までの分だったんで、えー、この数字で、えー、やっています。で、すごいですね。これを見ると、あの、もう2月26日とか、149人だったんだ、って、これ全国の数字ですから。はい。で、赤色の部分が、あの、現在の数字。で、オレンジ色の部分が、この未来の数字っていうことで、こう、ちょっとね、 パッと見ると、本当かよっていう数字になってますよね。えー、約1ヶ月後の5月19日には12万5797人、えー。5月27日には24万788人と、えー、本当にこんな風になるのかっていうことなんですけど、まあ、ちょっと見てほしいのがこの数字で、だいたいですね、4月の9日から17日、8日間でですね、約1.93倍、まあ、2倍ぐらいに、 この2倍ぐらいに大体なっているんですよね、3月25日の数字を見てもらうと、1160人、でえー、そこから大体、えー、7日から8日ぐらい経って、やっぱり2倍、でそこからさらに1週間経って、やっぱり、えー、2306が約2倍の4667。 で、そこからさらに8日経って、えー、っと、9000人超えっていうことで、やっぱ大体ですね、あの、1, 1週間、7日から8日で2倍ずつ、ここ最近は推移をしています。で、その数字のまんまもし増えていくとしたらですよ。はい。やっぱこうなっちゃうんですよね。1.93倍、1.93倍、1.93倍って、8日間ごとに1.93倍を、こう、かけていくとですね、 これぐらいの増加ペースになってしまって、私、これ、自分で計算して、やべえなと、うん、思いました、はいえー、これだとですね、えー、今から4、あのー、月17日の8日後、まあ、今から1週間後には、もう1万7460人、えー、5月3日には3万3772人、えー、5月11日には6万5180人と。 でそれで10万人突破が5月19日以降になって、えー、5月19日の12万5千人。いや、このペースで増えたら、なかなかにこれ自分で計算して間違っててほしいなっていうふうに思いました。で、あの、まあ、これそんな別に難しいことじゃないですよね。えー、まあ、普通に7日間とか8日間ごとに増えたペースとかを、まあ、ふえー、累計をこう割って計算しただけなんで、まあ、足し算を 算算算割り算掛けけがででできたらまあこの数値は自分で出るんですけど意外とですね、自分でこう計算してみないとですね、わあ、今日は例えば東京都、例えば今日は181人増えたとか200人超えたとかっていうふうにこうなんか数字にこう振り回されてしまうんですけども、多分ですね、このまんまほっとくとですね、200人増えたとか500人増えたとか1000人増えたとかっていうのに数字に慣れちゃうんですよ。その日々の数字しか見てないと。自分でこうやって計算してみるとですね、 電卓片手でもいいし、エクセルでもいいんですけども、こうやってみるとですね、こう実感値として数字が湧いてくるので、単にニュースに振り回されるだけよりも、こういうふうにやってみると、まあちょっと落ち着く。し、えー、あとはですね、あのー、なんだろうな。それ自分で計算してみて、仮に間違ってやるするじゃないですか。間違ってするでしょ。で、それもまたいいんですよ。で、あ、間違ったってことは、自分の家庭の何が間違ってたのかなっていうふうに考えるのも立派な、こう、 頭の体操になりますから、えー、いいと思いますよ。あのー、自粛、外出、自粛でね、中で閉じこもっている人ほど、こういう計算とかを、あのー、してみると、えー、面白いというふうに思います。はい。で、えー、さっき出したのは、あのー、まあ、これですよね。で、重要なのがですね、えー、これです。4月25日にですね、この,緊急、えー、この数字だったら、緊急事態宣言、あ緊急事態宣言宣言ってなかったる。はい。 緊急事態宣言は、まあ、あの、これ、失敗と、いうことになりますよね。あの、確か、4月の8日の段階で、緊急事態宣言が出されたというふうに思います。でそれでから、ペースは変わってないです。現時点では。はい。 で現時点でそのペースが変わってなくて、さらに、一、えー、1週間8日後ぐらいに、このペースで増えているのであれば、これはもう緊急事態宣言ではもう止められないということですよね。はい。で、緊急事態宣言だけじゃ止められないっていうふうになると、いろんなことを考えなきゃダメですよね、えー。もっと、あの、外出自粛ではなくて禁止にするのかと。 あるいは、まあ日本だとその外出禁止っていう法律が現時点ではないので、もっと自粛を促すためにも、あの、現行の法律の範囲内で、えー、さらに保証を行って、本当に家にいてくださいとっていうふうにするのかとか、かなり、あの、そこら辺を考えていく必要が出てきますよね。で、こう、だって緊急事態宣言失敗したけども、次は無策ですっていう話になるとですね、 どうすんねんっていう話になりますからね。で、さらに次の問題があってですね。あの、これはあの、北海道。北海道の知事がですね、まあ特に法的根拠はなかったんですけど、これはもう緊急事態だというふうに2月28日の段階で緊急事態宣言を出しました。はい。あの、皆さんもニュースで緊急事態宣言というふうに検索、北海道緊急事態宣言、いつからいつまでというふうに検索すると、あの、 北海道の都知事がですね、独自に出された数字が出てきます。で、これで2月28日12人というふうになって、で、これがですね、3月19日、だいぶ減ってきたんで、緊急事態宣言を解除しました。3月19日に緊急事態宣言を解除したというニュースを私は見ました。ネットでも残っています。で、まあ、あのそこら辺はですね、YouTube の説明欄とかに書いておくので URL を興味がある人は見てほしいなと。 ちなみにこのグラフは北海道の,あのホームページに公式のデータをあの参照にしているものです。ただしですね、す、ま、で、あ、に問題になってるんですが、緊急事態宣言を解除したら、結局増えちゃった。ね。むしろ緊急事態宣言前よりも増えていて、結構もうこれやべえぞということになってるわけなんですよ。で、そうすると、やっぱりこの問題が出てくるわけなんですよね。はい。よいしょ。 よはいえー、緊急事態宣言っていうのは、まあ、そもそも効果があるのかというところで、まあ、1, 週間1週間10日ほど経ったけどペースがあんまり、えー、落ちてないというところがあって果たして効果あんのっていうふうにあるんですけどこの2番目の効果が出て、えー、もう解除したら結局北海道みたいな元通りになっちゃうんじゃないとかいやむしろひどくなるんじゃないのかと。 いう問題があります。ありますよね。で、じゃあ、仮にまあ、効果が出たらまあ、それはそれで良かったんですけども、まあ、それでも解除した元々になるリスクありますよ。でも、3番目の、効果が出なかった場合、次はどういう対策するのっていう。その法律は何なのやっぱ、法的根拠もなく、う やっぱ政府動けないですからね。法的根拠もなく、あの外出禁止とかって,ってあの出たやつはあの火炎放射器で、汚物は消毒じゃーとかっていうふうにやると、もうそんなのもう北斗の喧かみたいな話になるので、ダメじゃないですか。で、やっぱ次は一番気になるのが、これ一体いつまで続くんだろうというところですよね。はい。で、現時点の数字を見る限り、緊急事態宣言だけでは、 あんまり効果がなさそうですよね。これはあの内閣官房室が自粛とか自粛をした緊急事態宣言後、一体どれぐらい減っているのかっていうことをですね、NTT ドコモとかそういう携帯電話の会社や IT の会社と協力をしてですね、人の流れがどれぐらい減ったかっていうのを今発表しています、数値が出てます。で、それを見る限り確かに半分とかには減っているんですよ。休日とかはですね、8割減とかに。 なっていますが、それでもこのペースでもし増え続けるのであれば、もはや緊急事態宣言ってあんま意味ないんじゃないかっていうことになってきますよね。うん、じゃあ、緊急事態宣言はもしくは、あんね大々的にやったけど、効果がなかったというふうになって、で仮にこう、ちなみに、えっとね、7月の8日の段階かなんかで安倍晋三首相がですね、緊急事態宣言をやって、 で、どれぐらいを解除の目安とするかっていうと、東京都の新規感染者数が、1日100人ぐらいを推移していたら5月6日の段階で緊急事態宣言を解除すると、というふうに言っています。だけども、現時点では、東京都100人どころではなくて、201人とか181人という数字になっています。で、仮に100人ぐらいになったからって、解除しちゃったら、 なんかむしろこう反動でうわーって出てきて、選ぶことになるんじゃないかなと、むしろそのいわゆるオーバーシュート、うんその,言葉の使い方としていいのかどうかわからないですが、感染者の爆発を招いてしまうんじゃないのかなと、むしろ悪化しちゃうんじゃないかっていうふうに思います。で、次に、じゃあ、緊急事態宣言、効果出なかった、あるいは効,あの効果出たけども解除したらより増えちゃったと、じゃあ、これも緊急事態宣言だけではこれ無理なんじゃないかっていうふうな話。 になった場合、次にどういうフェーズに政府が移るのかっていうことなんですけども、まあ、ここら辺、あの、怖がってる人とかがね、何に怖がってるかっていうと、もう憲法を改正して緊急事態条項で、外出自粛じゃあ、戒厳令じゃあ、みたいな感じにするんじゃないかっていうふうに思ってるかもしれないんですが、憲法改正をするためにですね、国民投票しなければダメですし、どう考えても今から、 超急ぎでやっても半年か1年かかるんで、まあそれは現実的ではないですよね。じゃあ何をするかっていうとですね、これはあの私のチャンネルでは何回か言ったことなんですけども、感染症法が3月の末の段階で改正されています。で、感染症法っていうのは、道路交通機関の封鎖、あるいは汚染されたとされる建物の封鎖っていうのをですね、えー、法律の権限でできるようになるんですよ。 緊急事態宣言、インフルエンザ特別措置法における緊急事態宣言よりも、よりあの規制が強くなる。これで次やるのかな、というふうに、私は勝手に予測をしています。逆に、それ以外に何か法的根拠があるんだろうかと。 ということはわからないです、現時点ではね。でも感染症法で第2類だった新型コロナウイルス感染症を第1類に引き上げて、でまあ、汚染された地域のこの封鎖、建物の封鎖、交通や道路の封鎖っていうのが72時間限定でできるんですよね。ただし72時間っていうふうに限定だとしても、じゃあ一回72時間やったら、 次また72時間ってすぐにあのこう繰り延べ繰り延べこうあの繰り返しやっていってはダメっていう情報は、まあ、今のところちょっと私見当たりませんでした。不勉強もしあったらあの教えてほしいんですけども。じゃあその感染症法でもし対応した場合より締め付けが強くなりますよね。例えばあの最近でも大企業、あの三菱 UFJ とかあるいはみずほ銀行とか、まあ、あとテレビ局とかでも感染が見られたっつったらもう封鎖っていう風にやったらもう誰も入れなくなるわけですよ。ね そうすると、より強い、あるいはあの交通機関の封鎖とかもできるようになります。でそしたら、よりもう自粛どころではなくて、実質外出禁止のような効果がこう出せるようになります。ただし、あの感染症法でやったとしても、その封鎖ができるだけであって、外出している人自体を戒厳令のように取り締まるということの権限は、感染症法でもできないです。でそこは、ま、あ 結局あの、道路は封鎖したりとか、交通機関の封鎖とか、建物の封鎖はできるけども、やっぱり外出自粛に過ぎないわけですよね。じゃあ、この外出自粛に過ぎなかったとしてもですよ、皆さんが、えー、交通機関封鎖されたりですね、えー、あとは建物が封鎖されたらより困りますよね。でそうやって困っちゃったら、えー、仕事にも非常に問題が出ると。じゃそうなったら まあ今ね、給付金10万円とかっていう風に言われてるけども、そんな10万円じゃ生きていけないですよね。で、このまんまのペースで考えていくと、1ヶ月ごとに10万円渡されてももう生き残れない人たくさん出てくるんじゃないかと。いうぐらいの勢いですよね。そうしたらもう、1ヶ月10万円どころか、1ヶ月20万円ぐらい渡して、それをもう半年間やります。だからもう絶対に動くな。ぐらいの感じにしないと、 こりゃ、終わらんかもよっていうことなんですよね。ねえ確かに、えーと、一部の国ではロックダウンをして減少にはなっています。だけども、現時点では、今、今アメリカがねあの、ロックダウンをしたけども、限定的に解除していくというようなニュースは流れてきました。だけども、ロックダウンをした結果、えー、感染者が減りました。減って、減って、えー 解除して、そのまんまを維持していますっていうのは、まあ、こんだけ増えてる状況で、今のところあんまないわけですよ。ねまあ、中国の武漢とかは別ですよ。だけど、じゃあそうなった場合ですよ。今のところ、緊急事態宣言で一回、まあ、あるいは海外だとロックダウンで締め付けを、こう外出を禁止する。日本だったら自粛をするっていうふうにやって、それで、なんとかあのなったと。なりそうだっていう実績すら少ない。で じゃあ次に解除して増えちゃったっていうのは北海道を見たらそういうふうにも感じる。じゃあこれもう本当、いつまで続くんだよっていうことですよね。だからもう今から政府はそれを考えておかなければダメですし、緊急事態宣言がもし失敗をする。まあさっきこの見せたこの数字でありましたよね。この、ここの部分でもし失敗をこうしてしまったらですね、 我々はより強く保障を求めざるを得ないですよね。だって、お君たちが、まあ、政府のみんながね、一週、一ヶ月間だけ、えー、頑張ってくれというふうに言ったから、私たちは緊急事態で自粛もした、仕事もあの控えた。で、その結果経済活動が停滞して、えー、大変なことになっているとで。大変なことになっているんだけども、あの、現時点では、あの、効果なかったっていうふうになったら、 もっと保証をくれっていうふうにこれ言わないとダメですよね。だって失敗したじゃんって。あの政府の言うことを信じて、いっぱいあの頑張って自粛したけど、これ成功しなかったよっていうふうに言っていいんですよ。だからその,その心の準備をしておいたほうがいいですよね。だから、これ、もし果たして1ヶ月では終わらず、6ヶ月とか1年とかっていうふうに続くパターンになったら、より強い保証を求める声を上げていいと。 いうふうに私は思いますし、今からそれを考えておいた方がいいんじゃないかなと。なんか一律給付10万円というふうになって、これが政治に声が届いたということで、まあそれは喜ばしいというふうな声もあるんですけども、やっぱり緊急事態宣言効果があるのかないのかっていうことをですね、あの、しっかりと、あの、一週間後ぐらいに見据えて、で、それで失敗だ、延長だっていうふうに言ったら、それは、 あの今回の緊急事態宣言っていうのは国民に自粛を求めて保証そんなしてないんですよ。ね。なので、それじゃあのうまくいかねえじゃんって、もっとよこせっていうふうに言っていいと思いますよ、今回の件は。だってかなり国民とか企業に犠牲を強いた上でえで、ー、緊急事態やって、それが失敗なんだったら。 ま、安倍首相はね、あの、記者会見の時に、あの、最悪の事態になっても責任を取ればいいっていうものでありませんというふうに言って、結構物議かし出しましたけども、これは、でも、ちょっと考えてほしいですよね。あの、じゃあ、まあ、やめろとか責任取れとか言わんが、あ何するんだとど。どういうふうにやるんだと。あの、お金もっとよこしなさいよっていうふうに言う。まあ、これは大事なポイントでしょうね。 で私はね、1週間前か10日前かもこういうふうに自分で計算した結果を皆さんにお伝えして、いや、このまんまだったらこれ1ヶ月で終わんないよねっていう話をしました。で、こんな計算、私もあの自分でやってて間違ってくれと思いながらやっています。でも、なんでこういう計算をするかっていうと、1ヶ月で終わらない可能性があるのであれば、それはやっぱり最悪の事態として、政府はたとえ支持率が下がったとしてもですよ。 一生懸命ちゃんと伝えないと、なんでかっていうと、こんな風に YouTube でね、あの、見てたりとか、あるいは、あの、言ったらいいんだろう自分で計算して、これは1ヶ月で終わらない可能性があるなとかって考えてる人、もう超少数派だと思いますよ。ね。ほとんどの人は政府が1ヶ月っていう風に言ったんだから、なんとか1ヶ月で終わってくれっていう風に祈ってる。1ヶ月を耐えようっていう風に思ってるわけ。で、それでもしダメでしたってなった時のメンタルの衝撃。 やばいですよ。ね。だから少しでも今からこういう最悪のケースもあり得るんだっていうことを、まあ、ちょっと伝えておこうかなというふうに思いました。当然計算が間違っている方が私も嬉しいですよ。はい。まあ、あとは、あの、最初にも言いましたけど、こうやって自分で増加スピードとかを計算してみるっていうのは、頭の体操にもなるし、いいんじゃないのかなというふうに思って、えー、今日はこういう番組を撮らさせていただきました。まあ、そんなわけで、えー、外出自粛の中は読書をしましょう。はい。 その中で今日も読書、チャンネル登あと、あの、安富さんのあの、この、複雑さを生きる、これを、あの、現在、復刊中でございますので、えー、興味がある人は、このチャンネルを応援してほし,あの欲しいので、えー、買ってほしいなというふうに思っています。それでは。